はい、速稼塾の久保です、今回もね、億万長者合宿の動画をご覧いただきましてありがとうございます。こと線に触れるとかね、金線に触れるっていう言葉がありますけども、これはですね、自分のすごく大切なポイントを突かれたという意味なのかなと思いますね。例えば私でしたらね、宇宙戦艦ヤマトっていうアニメが好きなんですけども、話題が宇宙戦艦ヤマトにこうね、何気ない会話から何気ないところから宇宙戦艦ヤマトにね、こう話題がパッと移った時っていうのはちょっと自分の出番かなっていう風になってきて、ちょっとねテンション上がってしまうみたいなのが、金銭に触れるというのかなと思いますし、昔ものすごい辛い思いをしてね、例えば金髪の女の子と付き合ってたけども、それはひどい振られ方をしたと、そんな過去があってね、それが今なんかこう普通に暮らしてたら金髪の女の子が現れたみたいなことになったら、昔のことを思い出してね、ああとかになっちゃうのも、金銭に触れるっていうのかなと思いますけども、これがね、何を意味するかっていうと、やっぱこのね、この自分の、自分なりのポイントね、吉谷さんでしたらね、87歳みたいなポイントが、パチッと合う瞬間って、偶然にしろ必然しろ、人生っていうのはあるわけなんですよね。その時に、あ、これはもしかしたら、運命の何々なのかなとかね、もしかしたらこれは奇跡的なことなのかなって思っちゃうわけなんですよ。で、その時に、懐が緩んだりとか気を許したりっていうのが、人にはそういう心理の作用があるわけですよね。で、まさにね、これなんですよ。YouTube 動画で私がね、YouTube をこうやってネットビジネスを始めて活用しだす時に、まず一番最初に思ったのが、この YouTube ってのを一人の人に向けたらどうだろうかってことなんですよ。具体的に言うと、速稼塾の問い合わせは最初の最初からですね、なんかメールとかで問い合わせがあった時に返信を動画でやったわけなんですよ。まさにね、例えばコピーペーストってどうやるんですかっていうふうにメールで、お問い合わせがあった時に、その瞬間私がね、動画のスクリーンショットを撮ってですね、こういうふうにやるんですよっていうふうに、撮影したのを5分ぐらいの動画を撮ってすぐに返信するわけですよ。そしたらどういうふうに思うでしょうか、受け取った人は。あ、自分のためにここまでしてくれたんだと。あ、しかも分かりやすいと。この人は自分のためにその瞬間、夜中だろうが深夜だろうが早朝だろうがね、時間を取って、説明の動画までやってくれるんだっていうふうに感じて、まさにこれがね、金銭に触れるってやつなんですけども、あ、速稼塾に参加してよかったって思っていただけるわけなんですよね。あともう一つなんですけども、速稼塾に入る前なんですよね、速稼塾って何ですかってお問い合わせが来た時に、まさにね、その瞬間その人の名前で限定公開動画でですね、私が、あ、何々さん、速稼塾っていうのはね、こういう風なネットビジネスをやってるんですよと、実績を出してる人はこういう風に言ってね、私は昔からこういう風に考えてきてねっていうのを、やっぱり5分くらいで切々と語っていくと。そしてお問い合わせいただいたあなたも、速稼塾に入ったら一生懸命ね、こういう風にやらせていただきます、どうでしょうかって形で語りかけていくと。まさにそれがですね、気軽に問い合わせをしたら、3、4日後に返信があるかなぐらいにしか思ってなかったり、返信があるにしてもメールでなんだろうなと思った方が、まさにね、自分宛ての1再生しかされない動画で、送っていただくと、まさに心に迫るものがあるんではないだろうかということで、私はね、このワントゥーワン動画っていうんですけども、一人が一人の人に送る動画、トゥワード動画ってですね、これをネットビジネスを始めた時から活用したわけなんですけども、多分これをやってる人ってね、誰もいなかったんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろん私これ誰かに教わったわけじゃなくて、誰もやってないからこそ、 YouTube っていうのは再生数を上げるっていう風な形とかね、たくさんの人に見られるっていう前提があったから、なかなか気づかなかったところだと思うんですけども、私の場合は一人の人に動画を送って、その人のこと線を掴んでいくっていうことをね、最初から意識していたわけなんですよね。そうすると、やっぱり、気持ちをね、速稼塾に向けてくださる方も多かったですし、私自身そこまでしたい思いがあったわけなんです。未だにそうです。簡単なお問い合わせとかね、あと速稼塾に入る入らない関係なく、私の動画に対する感想とかね、もしくはアンチテーゼとかっていうのが寄せられた時に、私はやっぱりね、その方に対して一つの気づきですとか感謝っていうのを動画で返信することにしてるわけなんですよ。まさにね、こういうふうな、その人にしか送らない動画、再生されても1、再生されなかったらもしかしたら0なのかもしれない動画に、エネルギーを向けてですね、
今に至るわけなんですけども、その動画が5000本になってるわけなんですよね。その本人以外は見ないっていう動画が5000本というね、まあ私のやり方っていうのはこういう形だったんですよね。それ以来私の速稼塾の塾生さんもこれを真似してやってくれたりとかね、今でこそワントゥーワン動画っていう形の動画のやり取りっていうのは結構たくさんの方がやっていただいてるのかなと思います。もちろんね、私のやってるところを見ずに独自でね思いついた方もいると思いますんで、何もかもが私の発想だよっていうつもりはありませんけども、やっぱりね久保さんから送られてきた動画永遠に撮っていますみたいな人も未だにいらっしゃいますし、本当に、なんて言うんですかね、まあ、オーバーに言ったら命を救う動画もあるわけなんですよね、まさにね、もう今日自殺しようか明日自殺しようかっていう風な中学生の女の子とかが私のところにメッセージを送ってくださってね、で私がそれに対して動画で編集をしたみたいなこともありましたんで、まあなんかねこういった人っていうのは、距離とか時間とか関係なく人の気持ちを動かせるんだろうなと思うわけなんですよ。もちろん動かせない人の方が多いと思いますけども、それでもね、1万人の人の気持ちが動かせなくてもたった一人の人を救うことができればもう十分に意義があることだと思いまして、今日もねこうやって動画を撮っておるわけなんですよ。まあ、まさにね私は YouTube に自分自身の命が支えられてるかなと感じるばかりでございます。皆さんもね、いろんな思いで YouTube 見たりやったりされると思いますけども、きっとですねものすごく大切なものになるんではないかなと思いますね。はい、では本日は以上です。